王子でやつあって。あ、そっかそっか。八王子でね、うん、路上やってね。路上、路上、うん、路上高校生の時ね。あ、やってた。女の子がぶわー群がってたっていう、ね、話を最近聞きました。群がってないよ。それどっから聞いたの、その話。確かな情報筋から。どっから聞いた。めちゃめちゃモテてたっていう話。どっから聞いたの。あ、そうだ。はい。じゃあ坂田君トーク行きましょうか。あ、はい、トーク。はい。ようやく僕の時間がやってまいりました。そうですね。はいはい、坂田君はどういうミュージシャンなんですか。僕はですね、僕はあの今、ソロだったり、はい、色違いっていうバンドだったりで、はい、ギターを弾きながら、はい、使ってます。はい、爽やか路線ですよ。そうですね。どんな音楽やってるんですかって聞かれたら、はい、モテそうな音楽って。自分で言うなんて、はい、いいないいなぁ。いいなぁ、モテそうな音楽できて。モテそうな人がモテそうな音楽やっとるわけ。いいなぁ、俺もモテたいなぁ。そんなポップス、ロックス、そうですね、まあそのあたりですよね。聞きやすいと思いますよ。はい、本当あの忙しいんじゃないですか、そのライブハウスで働きながら自分のライブ活動もしてみたいな。まあ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 、ね、まあまあですよね。はい、まあぼちぼちいろんなとこでやってます。はい、え、ブーアルはもともとライブハウスで出演してたんですか。そうそうそう、出演してたんですよ。で、仲良くなって、そう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 、で、スタッフでどうぞって感じ。そう、まあまあまあ、みたいな。へ、スタッフ募集、やあの出演者募集みたいな。あ、出あ、出演者募集ね。ブッキングでしょ。うん、あ、そうそう、出演者募集してますよ。ねえ、はい、あ、ブッキング担当だから。そう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 。ブッキングわかりますか。あ、ブッキングわかります。はい、わかりますよ、ブッキング。はい、ブッキングしてるんですか。ブッキングしてます。ブッキングしてくださいよ。ブッキングします。僕何も仕事ないんで。ブッキングしてください。あ、でも司会のいるイベントとかないの。司会の、いや、そういうのも、あ、そういうのも全然。ほんまですか。いわゆる MC ね。 MC やらしてくださいよ。うん、なるほど。まあ、ちゃんと笑かしてもらって盛り上げてもらって。あ、ちょっとネタ何個か書いてきます。見て判断してください。そういうの、そういうのあるんだ。まあ、たまにですけど、あのちょっとした芝居とかで使われる方もいますよ。はい、あ、うん、まあ、マジであのブーガルはあのステージも広いし、ちょっと変わったライブハウスなんで。そう、横長なんで使い道はいろいろありますよね。そうなんですよ。確かに別に機材とか全部ね、大体はけちゃえば、うん、芝居でも使えます。そうね、うん、あとはそのすごい多い大人数バンド、10人ぐらいは乗るよね、普通。まあね、並べようと思えば全然、こう本音帯とか入って。そう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 、全然そんな感じのいいライブハウスなんで、うん、ぜひぜひ坂田まで。坂田まで。詳しくは代々木ブーガルホームページで、ホームページの方で、はい、はい、ご連絡ください。素敵なミュージシャンの方々のご連絡をお待ちしております。なるほど。で、どうですか、音楽活動はどっちがメインなんですか、ソロとバンド。いや、ああ、音楽活動は、うん、一応メイン、今んとこバンドでやってますけど。バンドで。なるほど。曲がいいっすよね、坂田君。ありがとうございます。カレーパン聴きましたよ。それね、結構昔の曲なんです。結構昔の レアの YouTube でカレーパン見ました。カレーパンって何、俺も知らんけど。それこそラブルーズの時に。あ、ほんまに、なんでそんな聞いた。それね、なんか、あのね、PV とかも撮ってて、あるんですよ。あるんですけど、まあ別に、うん、昔の話はいいじゃないですか。みんないろいろ恥ずかしくなってくるんですよ。そうね、じゃあ昔の話。昔の恥ずかしい話。まあ、音楽始めたのはどういうきっかけでとかあるじゃないですか。あ、高校2年生の時に、はい、それこそさっき言った八王子の路上で、はいはい、名前知らなかったんだけど、同学年の同じ高校のやつがストリートライブやってたんですよ。へぇ、はい、で、制服着て、はいはい、2人でやってて、はいはい、なんかずりーなぁやりてぇし、そういうのみたいな。ねえ、なんかそういうのあるありますね、ね、そういうのは。時代的にはゆずとかの頃ですか。そう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 、それが流行ってる時ですね。なるほどね。で、一人で始めたの。それで、一人で始めようと思ったんですけど、はい、もう怖くて、しょうがなくて。まあね、あのストリートライブするっていうことが、なんかただでさえ下手くそなのに、そんなね、人前でいきなり、うん、おい、誰もいない駅の深夜とかにやっても、ガクガク緊張する
まあ、歩いて10ぐらい、怖かったので相方を探しまして、はい、それでなんかあの、まあ、見つかった相方と、はいはいはい、活動したり、あの他の人と活動したり、なるほど、でいろいろやっていくうちに今のスタイルというか、うん、活動形態になりましたよ。ギターはじゃあ前からやってたの？そのストリートライブやる前から。ギターはそのだからストリートライブ、友達がストリートライブやってるのを見て、でうちにアコギがあったんで、はいはい、あのうちの親父さんが持ってた。なるほど。それを借りて引っ張り出してきて、うんうん、でやってましたね。でやってみてどうでした？ストリートライブは。いやストリートライブ、いや楽しかった。人は来ました？まあまあ来る時もあれば来ない時もあるし、ギャルがわーと。いやギャルがわーみたいなことにはね、まあね正直全然ならなかったんですよ。なったー。正直ねならなかったんですけど、いや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 、なってたでしょ。いやいや、なってない、なってない、なってたでしょ。なってない、なってたでしょ。なってよ、もうね。ギャルワーワー、ギャルワーワーって曲あるもんね。ない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 。作りすぎ。ワーギャルワーワー、せこいですね。いやいや、まあ別にね、ね、うん、言うてる間に代々木公園戻ってきましたね。そうですね。飲み物大丈夫ですか？飲み物は、飲み物、飲み物休憩でもいいですよ。飲み物、はい、3人ともビールね。じゃあ乾杯から取る感じの方がいい。いいよ。あ、全然いいよ。取ってで、あきらくんがそんな飲めないですよ。酒飲めない。顔真っ黒。なんで飲めないでビール買っちゃうの？いや、顔なんかね、ま、買わされる。うもうすっかりなんかあの後輩でいじめられキャラになってる。すみません、いただいちゃいます。はい、いただきます。ちょっとね、じゃあ今日の出会いを祝して。暑かったんでね。はいはい、乾杯。乾杯。あきらくん、お酒は、結構弱いです。これ多分これあと3口ぐらいで顔真っ赤かなるんじゃない。そんなに。いや自然やな。うん、何度掘り返されてる。これ何でしょうね。あれじゃないですか、モグラとかそういうんじゃないですか。そういう、なんすか、あの自然的な話ですか、人工じゃなく。それっぽくない。でもモグラがやったんこれ。結構でも野生動物いますよ。これでもガチでしょ、こんなにモグラって。いや結構俺あの代々木でストリートライブをやってるので、代々木公園は結構いろんなもん見るんだけど、あのさすがにそれは野生じゃないと思うけど、ウサギも見たことある。多分ペットで飼ってたやつを捨てに来たんだと思うんだけど、3匹ぐらいいたの急に。こうやってこう言ったら、トイレがおったら、こういうとこにウサギが3匹ふーって歩いてるから、まさかノウサギと思ったけど、まあそれはないなと思って。ウサギ泣けないと困る。役者はどうなんですかね。その まずそんな泣くような体側に出会ったことないんで、まだ。そうね。どうなるか分かんないですけど。その劇団時代に泣く特訓みたいなとかやらされたりとか。泣く特訓みたいな、泣く特訓っていうか、そのシチュエーションそれこそエチュードで。うん、なんかそんな。というか3人のうちにいきなり劇団時代でもうそういう話もついてる。さっきのプレイパークで俺があの許可を取ってないでそういう話してたのね。そう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 。何劇団入ってたの？はい、京都時代に劇団ひまわりに5年間いました。劇団ひまわりは有名じゃないですか。はい、5年間いて、はい、で辞めて東京出てきて、はい、今って感じです。今います。劇団ひまわりって子役じゃなくて？いや、子役が多分有名だと思うんですけど。そうね。でもイメージはもうシニアまでいます。あ、そうなの。はい。子役のイメージしかちょっとなかったんですけど、全然シニアの人も定年後に。結構シニアタレントはいるよね。はい、結構言い張りますね。で東京俳優になるために来たんでしょ。はい。どうですか？いや、うまいこといかないですね。全然、もうほんま俺のイメージでは今頃とんでもないことになってる予定やったんですけど。クルーザーに乗ってると。はい、まあうまいこといかないです。憧れの俳優さんとかいるんですか？あの大泉洋さんとか、ゆうすけサンタマリアさんとか。あ、大好き。味のある。やっぱお笑い路線じゃないですか。坂田君、ね、ゆうすけさんにちょっと似てる。若干。ああ、そうかもしれない、ね、1回ぐらい言われたことある。うんうん、あとスヌーピーに似てる。まあそうね。50回ぐらいは。あ、スヌーピーね。はい。じゃあこっちで来てなんか活動は。そうですね、僕の先輩が劇団をやってるので、はい、それを手伝わさせてもらってますね。それには入らないの？
いや、たる今多分いろんなところにお手伝いに行って顔を広げてるっていうか、はい、いろんな人に知ってもらわないといけないので。なるほど。で、はい、その先輩の舞台がですね、はい、先輩の舞台が10月の、はい、21だったっけな。あら、21かぶってる誰かとかぶってる。おー、僕ライブただ23あるので、はい、そのライブ見てまた別の日流れで、うん、流れで流れはしごしていただいてそこ僕手伝ってるので。なるほど。十条駅の方で、十条駅の、はい、カフェ公園なんで。カフェ公園、はい、なんていうカフェですか。なんていうカフェだったかなまあ、あれだよ。まあまあまあ、まあ、URL が出てる。この辺出てる。その前にある劇団の名前教えて。あ、劇団居残りさん。劇団居残りさん。居残りさん。居残りっていう劇団があるんですけど。あ、劇団居残りね。3は作ろう、どっちだ。3は勝手に僕が作る。何してんねん、ややこしいやん。劇団居残りね。劇団居残り。そう、勝間アレイさんみたいな感じで今。なるほど。はい、目を敬う感じで。もう、別にその二人いらんわ。ひらがな。言えてへん。ひらがな。いや、カタカナです。カタカナ。劇団は漢字で、居残りはカタカナです。心に居残る劇団なんで。何言ってんのそういう劇団なんですごいお世話になってる劇団なんで、うん、すごい楽しいお芝居ばっかなんで、うん、よろしければ、はい、僕も手伝っております。はい、劇団居残り出演はしないのね。出演はしないですね。はい、手伝うって何今回は多分なんかいろいろ照明とか。ああ、なるほど。そんな感じで、ライブハウスと一緒ですよ、やっぱり。ライブハウスですね。受付がいたりとか。そうです。つながりつながりで、そういうの。演者だけやったらできへんからね。はい。なるほど。まあ、そういう3人ですけど、はい、やっぱりあの3人でも意外とこう、やっぱ初対面でも話できますね。さっきもあの公園で3人でえらい盛り上がってて知らない話が進んでて困ってるんだけどいや、あのプレイパークでしたっけ、はい、プレイパークにリコーダーとか鍵盤ハーモニカがあって。ああ、そうね、ありました。それを俺に吹け吹けと誰が吹いたかもわからんものを俺に吹けといいでしょ、別にそれぐらい。全然いいじゃん。なんでそんな嫌だ。いや、だから俺は潔癖なんですよ潔癖ですから、そういうの。え、じゃあこれちょっと、あの関節キスとか言ったらもう。関節ぐらいは大丈夫ですけど、ちょっと勝間アレイさんのはちょっとね。どういうことやねん。原宿なんちゃう。多分ちょっとこっちがそうだ。そうね、原宿門に行きますね、このままずっと行ったら。花見の時は人すごかったっすけどね。すごいですね。すごいんですよ。めちゃくちゃすごかった。トイレがもう。ねえ。え、花見来た？毎年来てる？いや、ね、今年電話くれてさ。あ、そうだそうだそうだ。電話した。花見行くからっつって。その説もすいません。え、日曜日？土曜日？どっちだったかな。日曜日だとタイガー俺はこの辺で歌ってんだけど。本当ですか。うん、いよいよその原宿門の入り口の辺で。ああ。いつもストリートライブやってるの俺。あ、そうなんですか。うん。で、あの人すごいじゃん本当に。うん。一回ね、何年か前に花見の時に大雨が降った日があって途中で。はい。だからガーって人が入るけど夕立みたいにザーって降った時があって、はい、その時の帰ってくる人の多さにもうびっくりの時ある。怖かったもんマジで。あ、そうですよね。みんな逃げるように。そう。来る時はみんな時間バラバラ。で普通はこうバラバラで帰るから混んでるけど、まあ流れてるんだけど、それが一挙に帰ってくる時の怖さ。ああ、そりゃそうだろうな。今年も雨やった。今年ね、あれ花見の時、うん、雨やった。雨だったっけ。なんか持ってたテキーラの瓶が半分ぐらいやってんけど、うん、落ち帰ったらいっぱいになってて、これはでやろうって蓋閉めろって話で、魔法の瓶かな魔法かかってますねそう、ちなみにそのあきらくんがね、その、はい、今日告知があんまないからどうしたかねって言われたら、いろいろ先輩方にこういろいろこう活動してるこうアドバイスをもらったらいいんじゃないのっていう。あ、なるほど。その前にあの、アキラ君若干顔赤い大丈夫ですか。まだ半分以上残ってますけどねそれはだからおめえが飲ましたからだから今若干切れてたよねこれはいうセッションとかそういう感じで。セッション腕前を上げるための楽器練習の日。なるほど。なんかこう遊びつつ、フーガルさんもセッションやってますよね。はい、ありがとうございますこのタイミングでやってます、うん、セッションで決まってるんですか。決まってるんです。だいたい2ヶ月に1遍ぐらい、うん、月末寄りの
月曜日でやってるんですけど、まあ、ちょっと月によって開催できたりできなかったりしてるので、まあ、それはルーガルーセッションのツイッターとかブログとかもあるんで、セッション用のツイッターアカウントそう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 、知らなかった、あるんです、あのセッションのホストの人が管理してるアカウントがあるんで、そうそうそう、それも見ていただきつつ、まあ、ブーガルのホームページで今月あんのかなみたいな感じでスケジュールでこうちらっと、それは誰でも参加できる、うん、誰でも参加できます、何でも、何でも全然、原宿駅ですね、はい、駅来ました、来ましたよ、原宿駅、ただ今日の目的地は原宿駅じゃないので、ね、ああ、ね、まだここからもう一駅ある、はい、そうですね、もうこれいっそテクテクしないで一駅乗るスイスイ TV で番組の番組の趣旨が変わってる、山手線スイスイ TV だタクシーでラクラク TV、はい、いいっすねいいっすね、それなんでしょうね、やっぱり原宿は独特ですね、そうですね、竹下通りが特に本当は独特です、竹下通りまで行っちゃうともうね、うん、大変なことになる、まあ今日は平日やからね、そこまで、うん、あれね、でもやっぱ相変わらず人多いんですよね、多いですね、特に今だってその若い頃とかもっと昔って、うん、そのタレントショップがいっぱいあってとか、タレントショップ、ああなんかカードとか、おにゃんこの服が売ってたりとか、はいはい、芸能人のお店、芸能人のお店、へえ、そこでしか買えない芸能人グッズのやつがあって、そういうのがこうブームだったりしましたけど、最近は何を買ってるんでしょうかね、何でしょう、ね、生写真ですかね、ジャニーズ、ジャニーズ、AKB、 韓流、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 韓流はでも大久保じゃないの、まあね、大久保大久保がでもだからそんな感じですよ、まあ、そうね、すごいですもんね、まあ、ほんま AKB48 のオフィシャルショップ、オフィシャルショップありますよ、あそこにオフィシャルショップ、どこですか、あそこですね、オフィシャルショップ、秋葉じゃなくて原宿にあるんですね、ねえ、秋葉のイメージやけども、うん、AKB すごいですからね、今 AKB 人気はすごいよ、やっぱりもうね、どのチャンネルつけても AKB 出てますもん ね、ああいうの皆さんどうなんですか、 AKB ですか、ああいうの全体どうなんですか、まだあの アイドルいっぱいグループがあるじゃないですか、あ、はい、あの大人数アイドルグループが、はい、ブームじゃないですか、はい、どう、もう興味はない感じですか、それとも興味津々、いや興味津々ですよ、すごいなっていう、新進、あ、すごい、すごいなっていうのね、高校、ね、中学生やのにすごいなって、ね、うん、ああ確かにね、思いますけど、曲もでもようできたあるからね、そう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 、かっこいいよね、ミュージシャン目線で今僕みたいな出身の最下層のミュージシャン見ても最下層、最下層、かっこいい、いやかっこいい、かっこいいよね、まあそれでいうとモームスはね、うん、やっぱかっこいいね、かっこいい、音楽かっこいいって実はありましたね。でもあの AKB じゃなくてなんかもう一個いるじゃないですか、ナンバーの方ですか、SKE、 それかあのあの SDN 的な SDN、 なんか大人の方、うん、ナンバーがあります、あの大人の修学旅行当たるってやつなんですか、あれ誰ですか、 SDN、 あれ SDN かな、大人の修学旅行大人の修学旅行コマーシャルでやってたじゃん、大人の修学旅行なんかやららミンミンってやつ、あー、ミンミンミン、そうミンミンだ、なんか僕 AKB よりね個人的にあっちの方が気になってるんですよ、なんでそれなんでな、セクシー路線が好きだってことで、そう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 、ちょっとねまあエロそうだそんだけいいですか、急にあの爽やかイメージがしながら言うたらいや真っ昼間ですけどね、お酒が入ってくるとやっぱなんでしょうね、でもこれは結構裏道ですね、そうですね、ここあの原宿のあのホームあるじゃないですか、はいはい、あれ、うん、あの何ある、明治神宮にお参りするときに天皇様が泊まる壁のやつって話を聞いたことあるんですけど、ここ専用の、まあ、これが、うん、いや多分そう、いや本当そうだと思うんですけど、天皇そうなんかそういう話そうそうそう専用の、じゃあちょっとこれ調べときますよ、本当かどうか、はい、ぜひ調べて、あることないこと、多分ね、そうだね、あの原宿駅の反対側のホームが普段使ってないのをそのお正月の初詣客用に開けるのは知ってるんだけど、あ、そうですね、あの原宿駅って真ん中にホームがあって、はいはいはい、あの上りと下りどっちも一緒じゃん、あ、内回り外回りか、あれをその外側に明治神宮用に出れる用のやつを開けるんですよね、へー、一
回ぐるっと回らなくていい、ね、そう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 、言うてる間にちょっとまた感性な、そうですね、うん、どうですかお二人、音楽トークしなくていいですか、音楽トークそんなアイドルトークしててもしょうがないからいや、なんかむしろ音楽トークしててもしょうがないですよねえ、そうなんですか、しょうがないってことはない、自分の PR を、あ、PR、はあ、PR うるさいよ雑な盛り上げ方すんのええ加減飲めやあとどんだけ入ってんのじゃあこめっちゃ入るずしりとじゃあこの辺で坂田くんの曲もかけましょうよ、はいはい、あ、そうよ、そうっすね楽しみだカレーパンですかカレーパンじゃないですはい、じゃあ曲振りをどうぞ先日の代々木ブーガルでのライブの模様ですよね、うん、はい、はい、ご覧ください、どうぞこんばんは、色違いです、よろしくお願いします、今日はブーガル6周年おめでとう、6周年なのはブーガルだって僕じゃないです、よろしく、君を見つけた、君を見つけたよ、改札通り抜けたく手を振る僕に気づかないまま、君を見つけたよ、目が合った瞬間に照れくさそうにうつむいてる、いつもの帰り道も素敵にさせてくれるんだね、君を見つけたよ、靴ごと合わせよう、今どんな気分聞かせてほしい、ポケットの中つないだ手と手、私これ好きなの、君が囁いた手に取ってて消えそうでもちゃんと聞こえたよ、どんな二人になれるのかな、君はそばにいてくれるかな、こんな景色が当たり前になればいいななんて思ったよ、しても涙に濡れる夜もあるよ、君を見つけたよ、なんでもないよばかり繰り返さずに聞かせてほしい、消えたストーブ静かな夜に眠る君が僕の名前つぶやいた、ただ
見つけたでした。ありがとう。ありがとうございます。ブラボー。素晴らしい。おブラボー。いい曲。いい曲。いい曲。やっぱカレーパン響きますね。カレーパンじゃないから、ね。カレーパンじゃないですか。なんかやっぱカレーパンだけにピリリとね。だからカレーパンじゃない。聞いてましたね。やるなーやるなー。え、そんな音楽 PR どんどんしなくていいんですか、お二人。音楽 PR、まあ、あの、そうですね、音楽と活動と、うん、などなど、いろいろやっておりますので、はい、その辺の詳細はあの、ホームページなどをご覧いただきつつ、ツイッターとね、ツイッターと、僕、ホームページがないんでね、あの、マイスペースとか、あ、そうかそうか、まあ、ツイッターが一番ね、やってますので、カツマーレーで。今ね、していただいたらね、俺もフォローしちゃおみんなフォロー、なんかだんだん面倒くさくなってきました。それこそゲストトークでミュージシャンで来る人で、もうそれこそ俺の音楽について熱く語る人もいっぱいいますよ。あ、そうですか、うん、ちょっとあんまそういうタイプじゃないですか。明らかにそういうタイプそういうタイプで、もうマイペースで時間っつったらアイドルの話してしまったぐらいして、楽しい感じなんですけどね。だってそのミュージシャンとして売れないととかそういうのないんですか。あ、それはまあね、それを語って面白い。確かに、うん、そうなりますからね、うん、それよりあの AKB でいうとあの僕篠田麻里子さんが好きなんです。戻った。僕あの大島さん、大島さん、あー優子ちゃん、はい、が最近はいいかな。なるほど。おお、自分は、俺はもう前田のあっちゃんですかね。お前田のあっちゃん、あんま知らないっていうのもあれば。今適当に言った。前田のあっちゃんですかね。知ってるのが前田のあっちゃんだけだ、ね、うん、え、じゃあどうですか、ああいうあの今あの前田のあっちゃんが、うん、あの可愛くない話になってます。あら、流せるんですよ。本当ですよ、本当ですよ。いや、今世間のニュースですよ。世間のニュースで、世間のニュース結構そういう話になってますね。なってますね、うん、いろんな街の中だったりテレビとかでね、なってますね。もうでも僕はもう顔立ちが薄いんで、もうああいう濃い感じのパーツ持ってる人はすげえ。いや、なんていうかすごい魅力的だと思いますね。株式会社、株式会社4次元って4次元ですよ。あの4次元の下にヘッポコ先生、なんだからヘッポコ先生って4次元の下にヘッポコ先生なんでしょうね。わからない。四次元先生でヘッポコ先生、四次元でヘッポコ先生で検索で引っかかるかもしれない。ああ、なるほどね。調べたけど、今日どうですか、今そのライブハウスはあれじゃないですか、音楽シーン その最前線じゃないですか。まあ、最前線だよね、うん、一番新しいといえばそうですよね。日々ライブ見てて何か感じることとかあります。そうですね、感じることか。今働いてどれぐらいですか。働いてはね、半年ぐらいですけどね。半年ぐらい、はいはい。そうですね、感じることか。うん、感じること。何気にあのテクテクでそのゲストでね、うん、ミュージシャンの人も多いですけど、うん、やっぱライブハウスで働いてる人も多いんですよ。おお、なるほど。で、今いろいろお話を聞いてるんですけど、はいはい、こういろいろ悩み事が多かったりとか。おー、あー、はいはい。まあ、そうですね。まあ、ちょっと全体的にね、どこもそうだけど、お客さんをどう確保するかとか、うん、動員をどうするかっていうのはもう今最大の問題であると同時に、いいミュージシャンをどう確保するかみたいな、うんうんうん、ありません？いや、もうもろその通りですね、うん、だからこうしてね、やっぱカズマーレさんとはね、仲良くしておいた方がいいかなっていうのもあって。ありがとうございます。いいミュージシャン。そう、今すごい満面の笑みでしたけど。っていうのはありますけど、まあね、仕事としてはもちろんそういうのもありますけど、うん、やっぱりそのお客さんにも出演者の人にもね、楽しんでもらわないと、うん、もう結局はね、いろいろつながっていかないっていうか、ね、ただお金取るだけでもね、別にやろうと思えばできますけど、そんなね、そんなライブハウス僕だったら出たくないし、うん、あのミュージシャンのためにも僕らのためにもなんないんで、まあ、とにかく楽しい場所を作るようとか、うん、いろいろ努力してますけどね。なるほどね。